大阪市城東区ではお笑いコンビキングコング西野亮廣さんのベストセラー絵本煙突町のプペル展が開催されています。一方でこの町では煙突町のプペルに合わせて飲食町太るというコラボ企画を開催しています。近隣の飲食店7店舗が参加し、展覧会の期間中、西野さんの絵本の世界をイメージした特別メニューを提供しています。普段よりも多いですか？はい、普段よりも多いですね。全然多いです。珍しいですね。はい、びっくりしました。はい、これは行かなきゃと思って。はい。また食イベントを企画したガモヨンにぎわいプロジェクトの福山美奈子さんは自らイメージキャラクターとなって宣伝活動も行っています。